現代の小説家としてやっぱり常に現代あるいは現代社会というのに関心を持ちながら小説を書いてるんですがその現在を理解しようと思うとどうしてもやっぱり過去のの経緯をを踏まええて現在を理解すするるというう考方にな思んですねで僕自身は小説家としては90年代の末にデビューしましたから冷戦構造が終わって世界がいよいよこう混迷の時代になってこれからどうなっていくか分からないっていう状況の中で。 あるいは日本のバブル経済が崩壊して戦後ずっと続いてきた経済成長っていうのは止まってしまって日本がこれからどうなるかわからないっていう状況の中で小説を書き始めましたその時にまあとにかく自分が今いる場所をどういうふうに捉えるかっていう時にヨーロッパのの近代から日本の現在に至るまですから僕の初期の作品はまあ15世紀のフランスだったりあるいは19世紀のフランスだったり。 あるいは19世紀末の日本だったりというふうに近代に至るまでの歴史のプロセスをたどりながら現在を考えていこうという仕事をしていましたで、そうしますとなるほど過去にこういうことがあったから現在こうなってるんだというふうに納得できるところがあるわけですところがこの考え方をずっと詰めていくと現状っていうのがすべてあの過去からの必然性によって成り立っているように思えてきて じゃあどうするのかっていうふうに未来に進もうとなったきにしたきにいつもそれが障害になってしまうんですね例えば新しいアイデアがあってこういうふうにしたらいいんじゃないかということを提案するとそうするといやそれはこういう経緯があってこうなっているんだから簡単には変えられないことなんだというふうにアイデアが打ち消されてしまうとこれは特に典型的に日本社会に見えていた状況で過去に対する理解が深まれば深まるほど現状肯定的になってしまうという問題を抱えていましたそれから個人の歴史においても まあ一種通俗的に理解されたトラウマ説のようなものが普及社会に広まっていて幼少期ににここういううういいトラウマ体験があるるから今の自分はこうなんだというふうに納得するとそれは一つの納得の仕方かもしれないけど今の自分はこうなのは過去にこういうことがあったからだというふうな際限もない堂々巡りの中で過去と現在の因果関係にこうがんじがらめされてしまってなかなか次のステップに進めないというような、えー、状況にある人たちも見てきました。 そうした中で一方で本当は未来がどうなってほしいかどうなるべきかというところから考えて今現在の行動を考えなきゃいけないという視点もあるはずなんですね。それは過去がここううだだったから今はこうなんだという視点とはまた違って未来はこうあるべきだから現在はこうあるべきだということを考えられる視点でこれは最も今顕著に重要なのは気候変動の問題においいてだと思います過去どういう経緯で今に至っているかという理屈は 無限に説明できるでしょうけどしかし未来に訪れることを考えるならば今現在はこういうことをしなきゃいけないというふうに僕たちは考えるわけですね。そのようにして過去現在未来という時間軸の中で現在というのを考えようとしてきたわけですが相談して過去を考えている時にですねもう一つ思うに至ったことは実は過去というのが僕たちが思っているほど安定的ではないということなんですね。 例えば歴史というのはですね常に新しい最新の研究によって僕たちが10代の頃を学んできたことからは随分と変わってしまった歴史的な事実があります。他方で,でそ,そのように過去っていうのは必ずしも記述された語られた過去というのは必ずしも安定的なものではなくてむしろそこにつけ込んで歴史修正主義っていうのはですね過去にあった出来事を自分たちのいいような形で改ざんしていこうとすると。 いずれにせよ過去というのは非常に壊れやすすい脆い脆ものなわけですねあるいは個人,個人的な体験にしても過去にこういうことがあったから自分はこうなんだというふうに信じていたとしてもある時にその出来事を知っている全く別の人から実はあの時こういうことがあったんだよという新たな情報を聞かされると全くその過去の見え方が自分の中で変わってくるとあるいは子どもの時にはどうしても納得できなかったことが年齢とともにだんだん自分が大人になってくると。 その時の両親の態度とかっていうのが少し違った視点から見えてきてあれはこうだったんじゃないかっていうふうに自分の過去自体が変わってくるっていう経験は多くの方がされてるんじゃないかと思います。つまり僕たちは過去は変えられないもんだっていう固定観念にとられてますが実は未来の出来事が常に過去っていうのを変化させ続けていると。でこれは必ずしもいいことばかりじゃなくて善悪両面あると思います先ほど言った歴史修正主義のようなものもありますけれども。 一方でやはり非常に大きな出来事によって傷ついてしまった人にとっては現在から未来にかけて起こることが過去をも変える可能性があるんだというふうに信じることは一つの希望でではないかと思ったんですねで僕はヨーロッパのまあ音楽クラシック音楽は非常に好きですけどもやっぱりフーガのような形式の音楽を聴いていると次々に楽曲が展開されていくことが最初の主題最初に聴いたはずの音楽を少しずつ変えていくということに 面白みがあって音楽を主題としたこの作品と未来が過去を変えていくという主題がそこにおいて非常に深く結びついているのではないかというふうに考えましたで、このまあ非常に複雑な問題がいろいろ絡み合った小説ではあるんですけれどもこの未来が過去を変えるというのは小説全編を貫く一つの大きなテーマで実際にこの小説を読んでくれた読者の方たちもそこのところに特に 心を動かされたという人が多かったようです。で、それは僕自身も書いていて、えー、まあ、その書き上がった小説の感想としてしては非常に嬉しいものでした。